ルイ・マルシャンしか出版しなかった。マルシャンは、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの実力を懸念する有名な、逸話にも登場する。大バッハの息子、カール・フィリップ・エマヌエル・バッハらが書いた、個人略伝とヨハン・ニコラウス・フォルケルのバッハの伝記によれば、1717 17年、マルシャンと大バッハはたまたまドレス伝に、同時期に滞在していたが、バッハの友人だったザクセン・選定テの、 宮廷楽団のコンチェルトマイスター、ジャンバティスト・ボリュミエのお膳立てで宮廷から対戦の話を持ちかけられると、大バッハの実力に恐れをなしたマルシャンは、対戦当日に逃げ出してしまったという。これは、大バッハの生前から、ザクセン州一帯では有名な話だったらしく、1739年に、ライプツヒのビルンバウム修市が、大バッハを表した文書にも言及がある。しかし、 フランス側の文献は残されていないため、反論の余地はある。マルティン・ゲック、ヨハン・ゼバスティアン・バッハ・ダイ・イ・カ障害、小林・義武監修、ナルミ・フミを役、東京書籍、2001年、ISBN9 兆7844億8779万7189、33から34ページ。ありがとうございます。